ここですね。 M カウンター事件が起きました。搭乗拒否、カタール航空、うわーやっちゃいましたね。今ここのカウンター、これトルコ航空の CA さんですかね。いやいいな。羽田からバンコク、そしてバンコクからカタールのドーハまで発見した航空券でした。で、事件が起きてしまったんですよ。まさかの搭乗拒否。コロナ禍前の渡航だったんですが、まあね、私の友人のパスポートの名前と航空券の名前が違ってたと。あの B と D、 これよくある違いですよね。あの友人の、旦那さんだったんですけどね。で、搭乗拒否、これはあったんですよ。グアムです。で、発熱で搭乗拒否、これアナで、私に起こった、この頃はあったんですね。でも今回のカタール航空のような問答無用で拒否ダメ、このケースはね、めちゃくちゃ盲点だと思います。海外旅行する方には有益な情報だと断言できますね。バンコクで23時間のトランジットで、私コジさんはここバンコクで生活してるんですが、まあ、一旦自宅に戻って翌日ドーハのカタールに向かうと、そんなスケジュール私としてはしてやったりという航空券ゲットしたんですね。で、チェックインの際に、こう言われました。 Sir, three bags, right?、まあ、荷物3つですよねと。で、まあ、スーツケースと、からまあカバンと段ボール、この3つが、まあ、羽田でチェックインした荷物だったんですよ。で、まあ、段ボールはカードボードと言います。まあ、しくじり英語チャンネルとしてはね、間違いやすいカタカナ日本語、カタカナ英語みたいにやりたいんですが、まあまあ、段ボールこれアメリカで、段ボールとかって通じなかった、昔ありましたけどね、カードボード、まあ、覚えておいて損ない単語ですよ。で、この段ボールは家に置いてきたんですよ。で、カタールドーハまでは荷物は2つ、ね、スーツケースとカバンと。で、これがアウト。出発地で預けた荷物は目的地まで全て運ぶ、これが決まりなんですよね。あらまあ、つまりね、段ボールがないと搭乗できないんですよ。これどうしますかね。カタール航空のルールではなくて世界の航空会社共通のルールらしいんですよ。まあ、おそらく犯罪とか悪用とか、されないためですよね。なんか特殊なものをこう運んで、まあ、バンコクでこう誰かに渡したり売ったりしてね、でそういうことできないようにするっていうことですね。まあ、確かにメイクセンスするんですが、で私の理解では羽田香港バンコク、これはキャセイ航空使ったんですよ。で、バンコクドーハはカタール航空、つまりキャセイとカタールのワンワールドの、まあ、特典航空券だったんですよね。で、まあ、別々の航空会社に搭乗するわけだから、まあ、要するにバンコクで新たにチェックインするんですよね。で、段ボール家に置いておいても大丈夫と、荷物がこう変更になっても平気だと思うじゃないですかね。では段ボールは家にあることを説明したんですよ。段ボールは中身は全部食べ物なんですけどね。で、まあ審議ですね、職員の方が時ね、7名8名ぐらい一斉に出てきましたよ。でね、15分以上、待ちましたね。で、ようやく結論が出たということで、まあ私ほっとしたんですよ。で、結果はアウト、搭乗不可、いやダメですよね。ルールは出発地で、羽田ね、出発地で預けた荷物は目的地ドーハまで運ぶ、これに違反してるわけですよ私はね。
あのカタール航空の職員の方々はみんなすっごい親切でした。グッジョブ。でまあ最初からあの担当してくださった女性の方なんですかね、もう涙目でしたよ。私も涙目ですよね。あの家まで取りに帰れないの？時間がないんですよね。なくもないけど200キロで飛ばしていけばねギリギリかな。で私考えたんですよね、これ諦めるわけにいかないじゃないですか。だってね、人生初のドーハですよ。もう楽しみですよ、旅行依存症の私にとっては。で人生初のカタール航空、しかもファーストクラスエアバス380ですよ。諦められないですよ。家まで取りに帰って段ボール。いやできない、ダメ。どうして？あのね、これあの皆さんクイズにしましょうかね。あのもう早く次行けとそんなことやらないでください。私がどんな言葉を吐いたか、あのもう30年以上もっと長いかな、国際線乗り続けてますが、これがね最大の危機ですね、危機。あのもうどうしようもなかったですよ。ランボールにはねお茶漬けとかチャーハンの素とかね、お味噌汁とかさ、あの UFO とか、ね、あのバンコクにもあるんですが高いんですよ、2倍以上、下手したら UFO とか3倍ぐらいするんですよね。これがヒントですよ。はい、私はダンボール家まで取りに帰って、いやできないんですよ。どうして？私の答えはあのね、全部食べちゃったとっさについた嘘ですよ。もういや嘘つきました、私ごめんなさい、もうとっさに言っちゃいました。するとね職員の方は、まあ、方々はこんな反応でした。あ、食べたの？食べちゃったの全部？そうなんだ、じゃあ仕方ないね、OK、発見しましょう。なんだこれは、ルールはどうしたのと、まあ、食べちゃったものは仕方ないということですね。ドーハの悲劇がドーハの喜劇になった瞬間ですよ。はい、喜劇がここからスタートしました。もう笑っちゃうぐらい驚きの連続でした。まずラウンジは、今はねカタール航空の綺麗なあのラウンジができましたが、当時はねタイ国際航空のファーストクラスラウンジ使いました。ゆっくりできましたよ。はい、エアバスの380が復活していますね。2022年4月から4月からバンコク便、バンコクカタールドーハ便復活しています。なんか一時引退というか、まあ、売却したって言ったんですがね、なんか A350 の不具合で今なんかトラブルか裁判かなんかトラブルになってるんですよね。で急遽 A380 を投入してるらしいんですよ。バンコク発深夜の1時2時頃ですかね、乗りたいな。はい、機内は広いし食事も素晴らしいと、まあ、全部アラカルトですよね、まあ、ファーストクラスで提供されたキャビア、まあ、キャビアって普通食べますよね。私もあのキャビアだけ食べるっていうことはあんまりないんですがね、あのこのカタール航空のキャビアは一番美味しかったですね。JAL さんの怒られるかな、赤組ファンの方は。私の舌ね、私のベロでは JAL さんの、 あのキャビアがちょっと あのあれでしたね。まあいいかこの話は。でこの機内ラウンジ見てくださいよ、カタール航空 A380 のこのラウンジ反則ですよね、広いでしょ。これね帰りに撮った写真かな、行きはねラウンジ使わなかったんで、これ機内ですからね。ここでお酒飲めるんですね、食事もできます、読書もできます、居眠りもできます。エミレーツ航空でもこんなに広くないですよ。あ、バンコク便で乗りたいな、もう一回。はい、ザ・トーチ
非常に素晴らしいホテルですね。クライアントの方には感謝ありがとうございました。まあ、お仕事のね交渉は、決裂してしまったんですけどね、ワールドカップの仕事ですよ。アラビア語できないの？スペイン語できないの？ポルトガル語もできないの？中国語もダメ？まあそんな人はアウトだということですね。まあ、英語一本で、まあ、中国語はちょっとできるんですが、私ね、まあタイ語はまあまあできないやっぱり英語はもうできて当たり前と。まあ、英語に関してはかなり自信があるんですけども、まあ、英語できる人世の中いっぱいいるわけですよ、ね、皆さんもアラビア語、スペイン語、ポルトガル語、まあ、中国語、まあ、頑張ってください。で私もあのもう時間がないんでねもうお迎えが来てるんで、はい、驚きの連続、カタール航空のファーストクラスラウンジ、これ何ですかとね。まあ、YouTube の、まあ、動画でもね紹介している方々あのいらっしゃいますけど、これも博物館、美術館、空港ラウンジはないでしょ、ね。世界一の空港ラウンジだと思いますよ。まあ、この翌年ですね、私ドバイ、ドバイですね行ったんですが、あのドバイにはね実は何の用もなかったですね。このカタール航空のラウンジに来るためだけに、ドーハを経由してドバイに来ました。まあ、食事はアラカルトですね、レストランですよ。まあ、バフェもありますが、まあ、ここでゆっくり食事ができると。まあ、このラウンジ、カタール航空のファーストクラスラウンジに関しては、またあの別の機会にねお話しようと思っています。はい、皆さん、出発地で預けた荷物は目的地まで全て運ぶ、これが重要結論です。はい、今回も楽しんでいただけましたでしょうか。また近いうち皆様とお会いできることを楽しみにしております。それではバイバイ。